今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。トキちゃんです。このチャンネルでは日本一の清流仁淀川関係の動画、さらには日本中を旅した動画をアップしています。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。さて今日は高知市春の海のレオにやってきました。ここでランチです。今日は赤魚のすだれかけ、鶏ミンチとタケノコの厚揚げ挟み揚げですね。私は魚にします。エンドご飯なんでエンドご飯にしてください。エンドご飯ね。はい、はい、来ました。おばあは肉にしました。ハサミ揚げですね。はい、私は魚で赤身魚のすだれかけです。いかにもヘルシーそうな付け合わせです。で、エンドウご飯です。ではいただきます。エンドウご飯、そう、白いご飯の代わり。コーヒー頼みました。で、ケーキも頼みました。私、ガナッシュ。これはマロンケーキですか。ではいただきます。春の運動公園にやってきました。今から歩いていきます。まだツツジが咲いてますね。陸上競技場にやってきました。これがトラックですね。あの練習用の場外トラック、サッカーの試合やってますね。グラウンドでサッカーやってますね。ではこの階段上がっていきます。あ、やっと登り切りました。あー疲れた。展望が開けました。あ、サッカー場が、あ、じゃない、あの陸上競技場が見えてますね。ここがライフル射撃場ですね。でこちらがアーチェリー競技場になってます。本当にこうやって見るとめっちゃ遠いね。よくあれ当てるわ。展望台まで上がってきました。ここは眺めいいですよね。あ、藤が咲いてる。この木、藤がいっぱい。これ藤、あ、藤じゃないか。藤じゃないか。前あそこのあの道の駅で見た藤って拾ったのもこれだね。そうだね。なんて、うん、調べておきます。太平洋が見えてますね。野球場は見えないの？野球場はあそこだね、あのほら競技場の向こう側やってないみたいだね。うん、やってないみたい。ライトがついてない。では展望台からここを降りていきます。降りてきました。で、相撲場までやってきました。これがそうですね。はい、再びウォーキングコース通っていきます。
スポーツ科学センターまで歩いてきました。では駐車場の方に向かって戻っていきます。そこに遊具とかがあって子供が遊んでますね。まあ雨が降ってきたんですけど、まだまだ子供いますね。野球場まで歩いてきました。雨結構強くなってきました。駐車場まで戻ってきました。ここまでで57分 3.5 キロ、累積標高差106メートルでした。今日は比較的涼しかったんですが、途中で雨が降ってきたのが残念でした。それではまた。私のみたいな人が。ああ。そう。うん。まあやはりこう走り出したら後ろを見ると思います。シュートをつけるとね。はい。ボールを忘れた人もいましたね。そう。そう。キャップをなくしたという。